5月13日金曜日。今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。 えー、朝ですね、あのー、タクシーに乗って出社をするわけなんですけれども、あのー、東京タワーの脇ぐらいをこう通ってくるわけですよ。はい、東京の南側からね、この有楽町に向かっていくとなると、で、そうすると、いつもだと東京タワーのね、てっぺんまで見えるんですけど、今日は結構霞んでて、あ、ずいぶん分厚い雲が垂れ込めているんだなという感じで、この周りもね、えー、最近は結構高いビルが建ったりなんかするんですが、そのてっぺんの部分、見えない なかったりなんかするっていうねう、えー、今日はまあこの雨のお天気が続くわけですけれども、はい、激しく降ってるところもね。そうですねあの今日1日雨で特にですね沿岸部を中心に局地的に激しく降る予報になっていますで一旦雨が弱まる時間帯というのもあるんですが夕方からまた再び雨が強まるだろうということで、えー、アンダーパスの浸水ですとかあと風も強いので横殴りの雨にご注意ください うん、まあね、ちょっとね、今日は確かに外も暗いなという感じなんで、はいうん、まあ。一日、しっかりとした傘と、それから場合によってはもう長靴でぐらいのね。そうですね、ねあと空気もひんやりしてますのでね。うん、はい。羽織るもの持ってください、うん。うん。さて、あの、そんな中ですけれども、新業アナウンサー、今日はですね、なんかパリッとしたスーツを着てるなっていう感じなんだけど。特に何かあるわけじゃないの。特に何かあるわけではないんですが。ないんですが。今日は。何。新ウルトラマンの公開日ですので。<laughs> <laughs> いや、ちょっと待った。<え>あの、映画の公開日に合わせて清掃をするっていう人、なかなか聞いたことがないよ。い 今回はですね、あのいわゆるこう家徳隊っていう、あのシン・ゴジラでいうところの巨彩隊みたいなこうチームが出てくるわけですよ、怪獣とか宇宙人、外星人と戦うにあたって。またその、何、劇中に、まあ日本政府の一機関としてそういうものが出てくるってことなんですよというふうに聞いてますので、その予告映像を見て、長澤まさみさんがパリッとした黒のスーツを着ていて、そこにこう家徳隊の、その、 バッチをつけてるんですよ、うん、胸というかの、はい、襟のところにね。のなので私は紺色の今日はジャケットにグッズショップで家族隊のバッジも買ってきましたのでこれをつけて。<laughs> <laughs> 行こうっていう。コスプレですか。ちょっとした。なるほどね。気分を上げて。気分を上げて、今日は私はもう長澤まさみさんだと思って、自分を、そのことないけど。髪型もさ、あの、まあ、もともとね、あの短めになってますが。それをこう、なんかパリッと分ける感じで。ちょっと真ん中目に、ちょっと分けてです。これもやっぱり意識したわけ。意識しまして、朝大変だったんですよ。分け目変えるの。いつもと印象違うもんね。そうですか、やっぱり。全く。 気づかない私なんですが、ええ、実は今週髪を切ったらしいんですけれども、スタッフ一同ほとんど気づかずに、ね。高橋養一さんだけですよ気づいてくれたの。水曜日にね。髪切ったって気づいてくださったって思って誰も気づいてくれないんですこの番組はって言いながら。いついつ切ったんですか。月曜日ですね。<笑><笑>じゃもう四十八時間ぐらいスルーしまくってたそうですよ。<laughs> 高橋さりだけっていう、ね。そうなんですよ。<laughs> えこれも何シングルトラマーに向けてだったりするんですか。 まあね本当に <laughs> マジでちょっとまあボブっぽくしたいのと思ってたのとどちょっと重なったんですけどね時期としてはああ、まあ、ついででねちょっともう <laughs> ついでで、ね、やっちゃおうみたいなもう全部こうどうせなら合わせて行こ,、ね、こうと思ってはい <laughs> そうですそうす <laughs> えー、ということですね今日は新業者にとって非常に大切な <laughs> 日にななるとというところなんですが、まあ、それ以外にもですね、いや、ここのところ、いろんなところで、あのー、新業アナウンサーがですね、仕事が増えていまして、えー、昨日プレスリリースされているんですけれども、片岡愛之助さんがですね、まあ、日本層のポッドキャストの中で、情熱のスペインへようこそという、えー、配信が、昨日のお昼12時からスタートしてるんですが、はい、ここにも、君載ってるねご一緒させていただきまして、うんまあ、スペインの魅力をたっぷりとお届けする番組なんですけれども、 私もあの一度かつてスペインに行ったことがあって、はい、愛之助さんもあのスペインを訪れたことを番組の企画でありますし、うん、しかもあのフラメンコを習ったこともあるんですよねそうなんだそうなんですよ。<ー>というのも歌舞伎とフラメンコが融合した舞台「五右衛門」石川で主人公の五右衛門を演じたんですけれども<ー>その時に石川五右衛門がスペイン人と日本人のハーフだったらという話だったので五右衛門は小さい時からフラメンコは 踊れるってそういういう設定だったと、はあ、だから周りの人にこうフラメンコを教えるようなところもあったりしたみたいでそれでこう習ったこともあったということでそ,のそういったねエピソードもあの<う>披露していたただきましたなるほど、はい、いやこの五右衛門がスペイン人と日本人のハーフだったらっていうのが突拍子もないように見えて実はそうでもないっていうのがそれこそ猪倉使節団とかっていうのが。 ね、だからあのスペインの特に南部のあたりっていうのは結構日本の名前がハポーンって残ってたりなんかするっていう話なんだよね。 <で>うん、俺は NHK のふれあい町歩きでへえそうなんだって思ってたんだけど <laughs> ああだからあながちつながりがないわけではないっていうね,ねそうなんですよね一部だからそのままスペインに住み着いたっていう人たちもいたんだみたいな話もねあったりとかするっていう不思議な縁があるねスペインという国とはね,本当ですねお互いに海を面した国で、うん、魚介類もとても美味しいみたいなね、はい、美味しかったですよなかなかあのヨーロッパでは珍しい生食だってするっていうそうなんですよね,<ー>ね おつまみもお酒も美味しいところですからね、いいねそういったあの食の情報もたっぷりとお届けしていますのでぜひ、ポッドキャストで配信しております、はい、お聴きください。うん、片岡愛之助情熱のスペインへようこそです全4話ということでねまだまだ続いていくということであります。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、らシンアナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご出演です。この後6時半過ぎから登場。まずは、えー、マスク緩和を考えるということでコロナ対策について、えー。そしてニュース7時またぎのゾーン、6時50分過ぎから、えー、7時をまたい でニュースを掘り下げますが、えー、2021年度のお経常黒字が12兆円と7年ぶりに低い水準であったと昨日財務省から発表がありましたまあ経済のお関連ニュース掘り下げてまいりますそしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ、えー、岸田総理と EU 首脳がロシアに対する制裁で連携を確認それから日中間アセアンの財務省中央銀行総裁会合が開かれております、えー、さらにフィンランドが NATO への加盟を求める方針という ニュースそしてスクープアップのゾーンでは夏の参院選を読むということで取り上げてまいります。 ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今日はですね一面トップはバラバラという感じであります産経と日経が NATO へのフィンランドの加盟申請へというニュースを報じていますこれ後ほどね、えー、今日のコメンテーター宮崎哲也さんとまた深めていこうと思いますが、えー、ロシアによるウクライナ侵略、まあ、その玉突きというようなことがいろいろ起こっております、まあ、昨日はね、えー、鶴岡道さん、えー 慶応義塾大学の総合政策学部の准教授の方にも、えー、このニュースについて解説をしていただきました。あの読売があこの、ね、鶴岡さんのコメントを取って、えー、載せていたりなんかもしています。 それから、朝日新聞は、円安企業に最高益、上場1323社推計資源高も影響という記事を出しております。おかしいですね。円安、悪い円安なんて言ってですね、ものすごくこう、経済と、そして、えー、日本にとっては、まずいんだというような話がありましたが、俺、企業に最高益だと。まあ、ただ、朝日新聞は朝日新聞らしくですね、それが家計に回ってないじゃないかというような話も書いております。まあ、この辺は、あこの後、 宮崎さんにですね、しっかりとじっくりと解説をしていただこうと思っております。 で、各種国際面で載せているのが、昨日の夜、北朝鮮がまたミサイルを発射したということでありますが、これについて先ほどワシントンから共同通信も、ね、打っていますが、アメリカの大統領補佐官国家安全保障担当のサリバン氏と韓国大統領府の国家安保室長が電話会談をしまして、この発射について国連安保理決議違反だというふうに非難をしております。この飛んだ距離などから推測 そして IRBM 中距離弾道弾なのではないかというようなことも言われております。そして核実験がこの先行われるんじゃないかというようなことも言われてますんで、弾頭小型化しそれを乗せてということになると、まあ、我が国にとっても喫緊の脅威と、えー、いうことにもなるというところまあ。あ ウクライナのね、話ばかりではなくて、東アジアも波が高いとこういうようなことを、これまた、えー、見せつけるニュースでもありますが、これ一面トップで報じているところはどこもないというのがですね、えーえー、これに慣れてはいけないんだろうとういうことを改めて思うところであります。 それからここが気になるということで,で、すね、これ、ちょっと昨日の新聞の記事ではあるんですが、あの昨日の昼ぐらいに、ですね、ネットで見つけて、えーと思ったんですが。あの 福岡を中心とするブロック紙の西日本新聞というところがあります。その12日、昨日木曜日付の一面トップがですね、ウイグル人口増加率急減、えー、少数民族集中地域不妊処置影響もということで、これ、あのー、中国のですね、えー、総局長を務めてらっしゃる、坂本信弘さんという方の署名記事でもあるんですけれども、あのー、この人口の統計について中国というのは、ここ最近は詳細のものを発表しなくなったそう なんですがえー、ただ、2019年までは各地方のデータというのが残っていてそれを詳細に分析したんだとであの地方の例えばその新疆ウイグル自治区全体だけではなくってその都市だったりとか地域ごとのものというのも2019年までは詳細なデータがまだ今のところは残っていたということなのでそれをこうかなり精、えー、密に分析をすると漢、えー、民族、漢人の多いですね、えー ところでは、それ、ウルムチとかね、ここが自治区の州都になってますけれども、などでは、さほど人口の減少というのはなく、むしろ増加していたりなんかする。しかもそれも、中国全体の平均であったりとか、新疆ウイグル自治区の平均よりも高い数字が出たりなんかするんですが、ウイグル人の方々がたくさんいるカシュガルだとか、ホウタンというような地域では、如実に減っていると。場所によっては100分の1にもなっていると。で、これが一体何が原因なのかというと、やはり、 当局のう出生抑制策が影響かというふうに出ています中国全体としてはすでに一人っ子政策はやめているというようなところで人口増える状態に条件としてはあるんですがそれに 対してですね、この地区によってはかなり数字がおかしなことになっているぞということで、まあこれアメリカなどもジェノサイドであるということを指摘していますし、これがあのエスニッククレンジング、民族を浄化するというようなですね、まあかなりこう人道的に非道なことが行われているんじゃないかということが、まあ様々に報道で指摘をされているところなんですが、それをですね、え、えー、こうして数字で明らかにすると。で、この坂本さんご自身がツイッターでもあの書いているんですけれども、 え、当局側にでっち上げと言わせのよう、公式統計を分析するオープンソース調査報道にこだわってきましたというふうに書いていて、それをもとにこういった記事を出す。それを西日本新聞は、え、木曜日一面に載せてきたと。この辺はやっぱり日本のメディアの矜持というものを非常に感じる老作だなと思って、ぜひ紹介したいと思いました。え、ネットで今のところはあの記事読めるということでありますんで、ご興味ある方はご覧ください。 いただければと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は評論家宮崎哲也さん。大阪日本放送関西社からのご登場です。宮崎さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 さあまずはですねマスク緩和にまつわるニュースということで、あのこのところね、マスク、屋外で2メーターぐらい間隔を空けてれば、とってもいいんじゃないかというような話が出てましたが、まあ岸田総理もおまあ昨日のねの参議院の厚生労働委員会で、まあ全部外すのは今の段階で現実的ではないと、ただ、人がとの距離が十分ある場合は外すことをすでに奨励していますとこういう答弁をしたようであります。まあ,あの 今日大阪はね、はい、ちょっとこう、どん天で、午後から雨が降るらしいんですけど、やっぱりじめじめしてるんですよ、えー、高温多湿になっていくでしょ、これから夏にかけて、はいうん、マスクつらいよね、やっぱりね。いや、つらいですよね。うん、だから、それのこう、あのマスクを,をつけることのマイナスと、あのこの、 予防するためのメリットみたいなものをちゃんと勘案しないといけないような状況になってくるんじゃなないかなまあこれでねマスクをこうつけ続けて結果、熱中症にとかって、まあ、特にお子さんなんかはねそうそう大変なことになるぞっていうところです、ね、うなのでえー、っとまあねあの、うん、例えば。その これはあのまだあの一説によるとだなんだけれど、オ、はい、ミクロンに対してどれだけマスクが効果があるのかっていうところも、うあのそういう,こうちゃんとした検証も、ねはい、必要だと思うし。 単純にこうマスクを着用していればいいというような状況ではなくなってきてるというふうに気がしますねうんもうなんか、もともとマスクをするっていうのは、感染の予防っていうね、えー、目的があったわけで、マスクは手段のはずなんですが、マスクをつけることそのものが、何か儀礼的にというか、目的化しちゃってるっていうところあるんでしょはい。 あのまあ昔から言われているさうん、うん、丸山雅夫の昔から言われている日本人のさ、はい、特質でさ一旦成立した制度っていうのはまるで自然状況であるかのようにう自然なことであるかのように。うあの、はい 自然の設備かなんかに基づくかのように、ええ、考えてしまって変えることができない作品の経費がないっていうだから欧米なんかやっぱり変えちゃうわけですよねそうですよねもうね今海外からの映像なんか見るとあれほとんどみんなしてないんだなとかね<笑><笑>そう,そうりますもんねそうだからねまあもうちょっと、はい、まあ日本人にはそう,そういうところに良さもあるからねだから一概には言えないんだけれども、うんはい、見直す 契機になななるんじゃないかなと思ってますああのスポーツの感染の現場でね、まあ、外さないにせよ声は出せるんじゃないかみたいなこともなんか来月ぐらいから J リーグが実証実験的なことをいろいろ分析をするんだという話も出てきていますけどもだんだんとやっぱり正常化の 流れにななっていかないかとまずいいかかなというとうころですかまあただこれがあの、まあ、じわっと今また新規感染者が増えてるけど、はい、これがねあ新しい波が来るとかっていうようなことになったらまたこの議論というのは押し流されてしまうんだよ、ね、でそことやっぱり選挙との見合いみたいなものが当然、まあ、そのあたりね、えー、今日はあスクープアップのゾーンでは、ね、参院選に向けてというところもお話していただこうと思っておりますんで。はいはい あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝は評論家宮崎哲也さん大阪日本放送関西支社からのご登場です引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします まず株と為替の動きをお伝えしておきます12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べて103ドル81セント安い3万1730ドル30セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は6.72ポイント上がって1万1370.96でした一方円相場は1ドル128円40銭付近で取引されております えー、今年に入ってからの年初来安値をまた更新という形になりました。えーまあ、スマートフォンのアップルが全然比5%余り下げたというようなことに象徴される弱気相場になったということであります。うん、まあこれ、アメリカのやっぱりインフェイリが8.3%市場予測よりも大きかったということがね、一昨日あたり報道されてましたね。先頃ね、CPI が発表されて、市場予測よりも まあ要するにインフレ減速はしたものの市場予測よりもほどには下がらなかったということでまだこうあの金融政策金融引き締め うん、利上げ等がこう続くのではないかという予測が、ですねおそらく株式市場に悪影響をもたらしていくだろうとうんでその辺がが、ね、円相場にもやっぱり影響して、まあ、ここのところの円安がちょっと巻き戻った形で、えー、128円40銭付近となっているようです、うん、だから、先ほどね、はい、あの朝日新聞の今日の一面、はい、円安、企業に最高益上場1323社推計。 資源高も影響と出ておりま,すでまあその、これがね、いいかどうかというのは、国民経済の,の,の立場からして、はい、いいかどうかというのは、ともかく国としても、えー、円安というのは別に悪いことばかりではない、うんうん、日本の,あのこうこう個別的な企業あの経済主体にとって。はい だから企業は最高益になっていると、なん、えー、だか知らないけど、うん、あの新聞とか、ね、ここのところを見ると、はい、円暴落とかね、なん、えーね、とかって言われてたじゃないですか。悪い円安と、悪い円安かもしれないけどさ、とはいえ、円安という状況そのものは、うん、企業に利益をもたらしたいですね。はい、あるいは例えば 円安によって雇用が、国内雇用が支えられるという,うようなこと、あるいはこの産業のですね、はいあのー、内製化、<ー>要するにこう、 あの海外に頼らずに国内で作っていくという、ですねそういうことを促していくわけですよね。これはねこ、このことは別に日本経済にとって悪いことではないので、プラスですよ明らかに円安になるってことは、ドル建てで考えれば、これ、コストは下がるってことになりますもんね。そそそそう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 なので、そこのところを勘案しないで、一方的に暴落とかね、言われてるっていうのは。 えー、もうなんか日本がこうどっぽやすみたいな形でさ言われてて何かもう縁なんかこう誰かも買わなくなって、はい、大変なことなんじゃないかみたいなですねそういう記事うあの見出しだけ読むとね、はい、これはね私はねある種の思惑。 のに基づく記事で、まあ、要するに次期、日銀総裁選選びに対する影響だと思いますよ。影響をこうしたいんだと思いますよ。もう黒田総裁の任期は1年切りましたよ、ね、そうそうそう、だからもうこれのね、はい、あのレースというか、前哨戦が始まってるわけですよ。えー、うんで、これはね、直接、今の黒田路線がいいかどうかという問題とは別,と別で。はい だけれどもイメージ的にやっぱりこう日銀プロパをしたい人っていうのがいて,あのこういてそれの影響を受けた経済、えー、記者経済部記者とかがこういう書き方をして。うんうん ああやっぱりこれは、この黒,黒田政策のおかげで円安がう進んでしまっているので、これはとにかく日銀、九九日銀系のプロパーを総裁にして引き締めなきゃいけないと。はいう そういえば思い出すのは、黒田さんの前は白川さんという方で、まあ、この方、日銀プロパーでしたもんね。はい、そうです、その前も日銀プロパーだったんで、ん2代続けてほ、本当はたす掛がけじ、財務省出身者と日銀プロパーでたす掛がけをやるんだけど、はい、けれここは要するに民主党の、旧当時の民主党のさまざまな誤った。 <laughs> 政,策政策というか、ですねあれによって、国会うまだ,まだこうあの別にあの民主党、政権下じゃないけれども、いろいろな形で、ほら日銀あの同意人事だから、はい、国会の人事、議決が必要で、衆参がねじれていたんですよね、その時に、はいえー、白河を政治的な思惑で押してしまったので、後にあの民主党の人たち、あれは失敗だったっていう,うに。あ まあね、民主党の中にもデフレ脱却議連でやってらっしゃった方々がいて、しまったというふうに思ってらっしゃった方々が結構います、ね、本来だったら財務省出身の武藤さんがなるべきだったと思うあのと,ところが、白川さんになってしまったとうん、うんうん。金融緩和に非常に消極的であったというようなね、ことが私はあの当然当、当時だったらやっぱり私は武藤さんが良かったと。 思ってますし、今度も、はい、まあ例えば今だった財務省の候補者だと浅川さん、えー、ああ、<ら>今、アジア開発銀行の総裁そ,うそうでまあプロパーのあれだと、雨宮さんが出てるんだけど、はいね、私は浅川さんの方から絶対いいと思います。別に黒田路線の継承者じゃないですよ。う 5月13日金曜日、時刻朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩司です。おはようございます。新庄一花です。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。ますさあ,あ、7時またぎ、経済についてじっくりとお話をいただいていますが、こんなニュースもあります。2021年度の経常黒字12兆円、7年ぶりの低い水準。 財務省が昨日発表した2021年度の国際収支速報値によりますと、海外との物やサービスの取引、投資収益の状況などを示す、経常収支の黒字額は、前の年度と比べて22.3%マイナスの12兆6442億円となりました。黒字幅の縮小は4年連続で、2014年度の 8, 7あごめんなさい8兆7000び31億円以来7年ぶりの低水準でした。えー、世界的な資源価格の の口頭で貿易収支が7年ぶりに赤字に転じたということであります。えー、ということで、えー、黒字が減っているみたいなところがまたね、えー、報じられたりもしてますが、まあ、こういう赤字とか黒字っていうのは、はい、<laughs> あの主に国内経済の結果として現れてくる。 貿易黒字や経済の黒字赤字や経常の黒字赤字っては出てくるわけですから、はい、あの根本原因を直さないとだめっていうことになりますねうんまあ根本原因はねたあの今の状況だと確かに世界的な資源価格の高騰っていうのは根本原因の一つですです、はい、ですからそれはこうあの 当然、その地政学的なリスク、まあ、ウクライナ問題ですよね、うんはい、ウクライナ情勢とか、あるいはあのコロナ、コロナ禍ので出てきたこう不確実性みたいなもので、さまざまな主教が混乱したということが、うん、でこれはもう、まあ、まだ戦争が続く限りは、はい、あるいは中国が、ロックダウンしてますから、ね、ゼロコロナ政策を変えない限りは続きます、うん、これは。うん だからそういったまあ外的要因に関してっていうのは、もうこっちとしてどうしようもない中で、何ができるかっていうところになりますかだから一つは、やっぱり貧困層がこ、れこれの一番弱いところは貧困層の貧困層対策だけはやらなきゃいけないし、雇用にねこれがこう結びついていくというのは、絶対避けなきゃいけないというふうに思いますね。先ほどどもも申し上げたけれどもえここで例えば下手にに円高に ししてしまうと逆に雇用が国内雇用が失われたりさっき言ったこうあの産業のね内製化っていうのをこう阻害する可能性があるんでまあやっぱりあのインフレ国内の消費者物価のインフレ率が2%程度ならばあのなんとか円安も許容するという形が。 が私は望まましいいと思いますけどねただ、これが例えばアメリカみたいに8%とか、えーはい、そういう状況になるとこれはえらいことなので,そうです、ね、何らかの対策をせざるを得なくなりますけど、まあ、私はそんなとこ,ことにはならないとうん、うん、なぜならば日本の需要はいまだに冷え切ったままで内需は基本的にデフレですから、うん、まだ,内需だけを取り合うと見えばエネルギーや生鮮食品の数値を除いたコアコア という数字だと、まあ、マイナス圏でずっと推移してきて、まあ、携帯電話の料金の値下げの影響がなくなった4月の数字はおそらくプラスにはいくけれども、まあ、1までいくかどうかもわからないぐらいわか,からないといとう感じですよねですから、うん、あの経済政策これはもうずっと言ってるけれども、はい、大変難しいあのナローパスを行かざるを得ないか何もしないか<ー>現状維持。 現状維持、うん、で,で私は岸田政権は現状維持を取ってるような気がしますけど、ね、なるほど、まあ、インベスト・イン・岸田というね、えー、スピーチがイギリスでありましたけれども、この貯蓄の部分をこう強調したりだとかしてましたね、あの時は <laughs> いやだからさ、それはさ、はい、何らかのな制度的な。あの 十分にせになこう手当というものがあって、呼び水を<っ>政策というかね、投資に呼び込んでいくようなことがあればですよ、はい、それはいいかもしれないけど、それなしで1000兆円です、投資に回してくれと言われても、えー、総務省が10日に家計調査報告発表しましたが、1世帯当たり、まあ、2人以上世帯の貯蓄額は平均すると1880万円だそうで。 ここをっていうねうずっと伸びてるんですよ、だから、これはもう主にあ,のあれですけどねあの、いわゆる強制貯蓄といか、使い道がないということなんですが、全くこ,れはこの状況が解消されていないうんあのということこれが私はね、実はポストコロナに向けての最大の問題だと思うんだけどね。う ただね今、じゃあ1880億,億円をね一気に使われてやったらどうやったらねこれはこうやって困るわけですよ確かにそうですね、ものすごくインフレになってしまうぞとアメリカのようになると、そう,そう、うん、ポストコロナのペントアップ時期は経済政策の難しいところですね、うん、おはようニューースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理と EU の首脳がロシアに対する制裁で連携を確認。 岸田総理大臣は昨日午前総理官邸で EU ・ヨーロッパ連合のミシェル大統領フォンデアライエンヨーロッパ委員長と定期首脳協議を行いましたウクライナへの侵略を続けるロシアに対する制裁などで連携を確認しておりますまた覇権主義的な動きを強める中国を念頭に自由で開かれたインド太平洋実現の重要性を共有したということです まあやっぱりウクライナの話が中心になるというところでありますけれども、まあ、一方で中国についてもというところです、まあ、制裁は、ねえー、続いていくというところなんですが、まあ、これ、この先も、ねえー、続くどういったことが考えられますか、まああのー、これはロシアの出方次第だけれどもおその、まあ、例えばやっぱ何かこう あの国際的に禁止されてる、ね、兵器化学兵器とか生物兵器とかを使ったりすればさら、はい、なるこの制裁を深めていくというとあの何度もここでこの番組で申し上げているようにまだまだ制裁の手はいっぱいありますから、はい、これはあの、ね、確かに史上最大の制裁なんだけれども、えー、まだこうバイタルなこううところまで あのやってない致命的なところまで行ってないんですよ。はい。だから例えばまあ次の段階は当然この、うん、あの原油のの金融というのはあってもうそうですね。G7 分で。はい。次はやっぱり LNG の金融でしょうね。エキ天然ガスというと。まあ EU 大統領もロシア産のガス、はい、ガスを金融するというような話を。ええええ 言ってますからね日経新聞があ今週火曜日10日に1面で書いてきましたまあミシェル大統領へのインタビューという形でしたけれども、うん、まあこれね、ね EU からしたら相当な覚悟必要ですよね LNG まで止めるぞってことになると。あのー、特に、ね、日本と比べると、はい、まあそれこそ。あのー EU の経済にとってはバイタルですね、うんうん、致命的なぐらいの影響をもたらすと思いますで、ね、はい、でもやると,でもやると言ってるわけ。何本ものパイプラインでこれつながってますもんね、ロシアとの間というのは。で、それをもし本当にやれば、はいあの、ほら、よくさ、テレビと冷蔵庫っていう議論があるじゃないですか。おテレビと冷蔵庫。テレビっていうのは例えばロシア国内で うん、テレビをでは確かにプロパガンダ的なですね、はい、放送をしていてこのあのそれにこう一般国民はいつまでもだまされるというかそれを信じていてあのプーチン氏を支持し続けるうでもね冷蔵庫はまだそれはこういろんなものが入ってる段階 はい、食べ物とかがさ、えー、入って氷もあってっていう段階なんだけど、えーえー、それがだんだん少なくなっていくと、うん、このやっとロシア国民もこの状況はまずいというふうに気付くというそういう,こう<ー>例え話なんですけ、ねえーえー、まあ私はもし LNG を,を金融とに踏み切れば、はい、世界的に金融に踏み切ればあまあ うん、数ヶか月以内に相当ロシア経済は破綻に近いものになっていくと思う,うただし、欧、はい、州とかまあ日本もその痛みというのは、はいまだあのかつこの経済制裁の中では、かつてなかったものになる、はい、うんそうですよね。 あのー、昨日ですね、この時間に防衛研究所の地域研究部主任研究会の山添博さんにお話があったんですが、まさにその、ね、痛みの部分っていうものがまだ人事なんだという話。うん、まあ、あの山添さんの場合は選挙分析も中心なので、実際に徴兵されて、こう、亡くなったり怪我をする人っていうのが周りにいなければみんなまだ、 プロパガンダで支持してるんだけれどもと、だから経済の面もそうだし、いろんなところからこう締め付けっていうものが出てくると、あの今、8割支持してるという世論も、これ、変わってくるる可能性があるロシアの世論がね、変わってくる可能性がありますよね、だから、まあ、そこまで,で踏み込んでいくか、どうかというのは、ロシア次第、はい、で、我々西側も返り血は当然ながら確保しなきゃいけないし。 でもね例えば国際的には,、ね、これはロシアでどれだけ報道されているか知らないけれども今日のほら新聞の一面なんて、はい、フィン NATO 加盟申請って,言って書いてるじゃないですか。フィンランラドがというね<と>うスウェーデンも遠からずに加盟申請するとでこの戦争のもともとの目的というのは、はい、ウクライナの NATO。はい 加盟を阻止するたためといいううふうに言われていたわけでもね、うん、ウクライナの NATO 加盟なんていうのはそもそもなかったんですよありえなかったなぜならばウクライナっていうのは当時ほらもうクリミアの件があって、はい、ロシアと事実上の,この、えー、戦争状態にあった国なのでそこでもし NATO に加盟させれば。 こもうあの集団的自衛権ですかのネットワークですかナトってもう直ちにロシアとナトの戦争になってしまうわけですよ。それはねあの少なくともこの問題があの解決して戦争状態が解消するまではウクライナのナト加盟というのはありえなかったんですよ。でそれなのにあの侵攻してしまって逆にフィンランドとかスウェーデンとかが NATO に加盟するというようなことになればまさにねこの侵攻っていうのが、はい、あのー。 まあ,これあえて、やめてこういう言い方をすると、NATO の東方拡大を促進してしまったと、明らかに失策ですよね、これは、プーチン氏の。全く正反対の結果が生まれているとそういうことが国民に分かってきて、しかも冷蔵庫の中身がだんだん少なくなっていけば、これはね、私はね、プーチン政権というのは、非常に国旗的な、の危うきに うん、このとに,に達するようなそういうことになると思いますねさあそして、えー、続いてのニュースこちらです日中間アセアン財務省中央銀行総裁会合ウクライナ情勢を警戒 日本中国、韓国そして ASEAN 東南アジア諸国連合の財務省中央銀行総裁会議は12日オンラインで会議を開きウクライナ情勢の景気に対する悪影響に警戒感を示す共同声明を採択しました声明では食料やエネルギー価格の高騰などを指摘し域内の貿易や成長に下方リスクをもたらしうると強調したということです 俗に ASEAN アアプラス3なんて呼ばれるこの枠組みですけれども、まあ、ウクライナ情勢を睨んでと、ASEAN、まあ、アア各国も含めて温度差はあるところですよね、これは。まあ,あの、アジアはね、はい、基本的に日本と韓国以外は、うん、あのえっと、制裁に加わってないので、ええー、そうですよねあの。まあ、なんていうのかな。 うん、この状況を固唾を飲んで見守っているというような感じだと思うんですけどね、まあ、まあおっしゃる通りですそれはは悪影響は絶対あります、うん、はいただ,ただそれを押してもやらなければあのそ,のその後のねこのグローバリゼーション2.0を形成するためにあのためにこのあのー 間違いなく粗外になると、あのうん、ロシアが完全勝利をしてしまうようなことになれば、はい、あのもう世界秩序というのは、完全にこう19世紀、少なくとも 19, 19世紀後半から20世紀前半までのところまで、時間が巻き戻されてしまう、はい、弱肉強食、力が強いところがすべてを取っていくと、そう,そうそう。うん、で、ルルななそれを止める国際的な連携というのは 効力を持たないということになってしまいますので、んまあ仕方がないと考える以外ないでしょう、ね、うこれはまさに地政学的リスクというふうに考える以外ないですねそして力の信奉者だという、まあ、ロシアもそうですし、あるいはこう中国もそれと同じような考えを持っているのかというふうにも言われ、えー、私は、ねうん、中国はすでにもうそういうことが、あああのそれほどこう、 ロシアのような暴挙をやるような経済規模ではなくなっていると思いますうん、うん、あ経済も大きいし世界とのつながりも大きすぎるとというところですかそうあのグローバリゼーションの中に組み込まれてしまっているのでうんあそれは何と言っても何ともここの番組でもあの繰り返し強調したいのはロシアの10倍ですから経済規模は中国は。はい、ですからあのそんなに簡単にこんな暴挙を起こす。 あのに走ることはできないむしろ私はねロシ,このあのロシアはそういう状況を打開するために、うんはい、つまりロシアはもう現実的には中位国にすぎないんですよミドルクラスの国にすぎないわけですそれに我慢ができずにこう自立的閉鎖的な経済圏を作ろうとしたアウタルキーを作ろうとしたというクルグマの分析は正しいと思います。うーん そして来週でありますが、日曜日5月15日が沖縄の本土復帰50年という節目の日であります。はい、で、その取材をしまして16日月曜日、私だ、その現地沖縄から生放送を行います。当時を知る方々へのインタビューを交えつつ、そしてこの先というところも議論していきたいと思います。東京のスタジオにはジャーナリストの須田慎一郎さんがいらっしゃいます。そして17日火曜日は経済アナリスト ジジョセフ・クラフトさん18日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん19日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田康之さん20日金曜日は外交評論家内閣官房さんよ三宅邦彦さんです地上波の日本放送はもちろんポッドキャストや YouTube ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いしますえそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日日本本放放送送報報道道記記者者レポートののお知らせです日本放送の報道記者が政治経済事件や災害 など日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています今週は宮崎裕子記者が日本に来たウクライナ避難民の方の生活状況について取材したレポートをお送りしますさあ,あそんな中東京と大阪つないでお送りしてまいります続いて教えてニュースキーワードです フィンランドが NATO への加盟を求める方針。ロシアとおよそ1300キロにわたって国境を接しているフィンランドは、これまで NATO には加盟せず、軍事的に中立な立場を取ってきましたが、ロシアによるウクライナへの軍事侵略を受けて、この NATO による集団的自衛権が必要だという世論が急速に高まっているようであります。で、そんな中、フィンランドのニーニスト大統領とマリン首相が12日、NATO への加盟を速やかに求めるべきだという立場を表明しました。 今後正式な手続きを経て加盟が実現した場合、ロシアが強く反発することも予想されます。まあ、ロシア側はすでに反発みたいなことも出てきておりますが。でもねそも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 論として、うん、脅威だ、はいあの。ロシア側が脅威で、例えばこうどれだけこうウクライナから、だからフィンランドからでもいいけど、<え>バルト三国からでもいいけど、うん、モスクワが近いか。 これはロシア側にとって脅威だっていうふうにいうロシア擁護派の人たちがいるじゃないですか。いますで私はこれがナンセンスだと思うのは、うん、NATO というのは確かにその第5条で、はい、加盟国の一国が攻撃された場合全加盟国がその国を防衛するということが決められています。いいですか、うん、攻撃された場合ですよ、ロシアが攻撃しなければ、はい、それ俺は発動されないわけ。 そうですもともと侵略ってものは国際法に違反する違反するわけだから、そ前提に香今時のウク,ライウクライナ戦争っていうのは、本当に国際法上で、法ででも、はい、あの違反ばかりがこう相次いでいるという戦争ですから、うん、そういうことをロシアがやらなければね、別に脅威を感じる必要はなもないわけうん、うん、現状の国境をきちっと尊重していればという話ですね。そうそうで えー、そ,そ,れその証拠に別中立をずっと保ってきたフィンランドとかスウェーデンが今度のウクライナ侵攻をきっかけにしてう、はい、ちも防衛守,ってもら守らなきゃば守るために NATO に入るしかないっていう形で入っていってるわけでしょ。えー うん、入っていかないとすべてロ,ロシアの侵略的な意図、うん、意図があるからが前提じゃないですか入らないと狙われるかもしれないっていうふうにそう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 、私はね、実にこう馬鹿げた話であって、はい、明らかに私はプーチン氏の失策であると、うん、言わざるを得ないと思いますけどね、これは、うんまあ、それでバルト海が完全に包囲される形になり、黒海の出口にはトルコというナトカメ加盟国がいて。 でえー、極東には日本というアメリカの同盟国がいると、完全に包囲されちゃいましただからあの、包囲されて,ているというのは気の毒なんだけど、別に脅威を感じることではなくて、このまま、まあ、ミドルクラスの経済規模と、比較的こう強いあの軍事力を持っていれば、はい、ミドルクラスの国としては生きていけるわけですよ、ロシアは十分に。うんうん、これをね、うん もうあの中国ばかりがこう中世界的に注目されているので、あのロシア大もう大国だぞっていうことを言いたいと、うん、そのためにこれをやってしまったというプーチン氏の失敗だと。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスキップ。夏の参院選を読む。 参議院選挙は今国会の会期延長がなければ、6月22日公示、7月10日投開票の日程が有力視されております。自民党や日本維新の会、国民民主党といった会見をめぐる議論に前向きな勢力が、国会での発議に必要な定数の3分の2、166議席以上を占めるかも焦点となりそうです。この時間は今朝のコメンテーター、宮崎土也さんと、この夏の参院選について考えてまいります。 数えて第26回参議院選挙と確かにねその、国会の発議、要、はい、件になっている定数の3分の 2,、うん、2> というのは、一つのこう焦点なんですけど、はい、というのは、私が今後、これから言うことが、もしこう実現した場合には、岸田政権は、先ほどね、はい、何もやらないって言ったんだけど、<ー>レガシーのために、 確実に憲法改正に乗り出す可能性が高いのでうんここの議席数は確かに焦点なんですよ。ただねそ,のそれちょっと先走りすぎの話であって今があの状況を細かく分析してみると、はい、あの現段階での支持構成が、うん、各党の支持,支持構成というものが変わらないか、はい、えり、ー これはあくまで現段階のですからね、ええ、あのま,まだこれは、これから,から選挙が近づくにつれて、更新されていく可能性がありますから、まだにくいこれは強調しておきますけど、うんえー、事故を圧勝する可能性が高いですお今、直近でね、内閣支持率は大体50%半ばから後半ぐらい、各社の論調査、出ておりますし、うんうん、一方で、政党支持率を見ても、ねえー、かなり高い水準を維持してますもんね。ええ でさらにあの選挙区情勢を踏まえた細かな分析をやってみると、はいうん、まあ例えばですね、えー、自民党だけでいうと57以上、うん、ひょっとすると60代に入るかもしれないとなるほどいう感じでそうするとね公明党と合わせると70の議席をもあの、はい、お視野に 入れるることができるような情勢ですうん,うん、まあ、今回は1七7 4比例50という合わせて125席を争うということですからそうすると自民党単独でも半分にいくかどうかというような現状では行く可能性が公算が高いということになってしまいますのでまあちょっとこういう状況を踏まえて、えー、野党 の人たちはどう奮起するのかっていうことを考えなきゃばダメですよね。まあ要因はね一つは、はい、えっとまあ実のところ言うとはあまり何もやらないことうんこういう状状況の中でつまり失敗しないってことです。はい。うんあ何かをやって失敗するっていうのを一番こう気をつけて安全運転をしている。では、えー、ねあのね。 今度の選挙、夏の参議院選挙、これも何度も言うけど、現状のままでいけば、まずはね、ああ、関心があまり高まらない。そう、それで、その中で、低投票,率投票率の中で、与党が、まあ、圧勝に近いものになるということが言えると思いますね。だからそういう情勢を踏まえて、じゃあ一体、一体こう野党はどうやって崩すのかと。はい まあ特にこうもある、ある意味で最も野党らしい野党である立憲民主党をどうするのかと、はい、いうことになりますよ、ね、うんまあ共産党などとの選挙協力をどうするだとか、国民民主党は離れていくしというようなところで、どうしてくるねもっとね、だから、もうちょっとこう、現政権の弱みみたいなものを作って、 ついてさらにそれを先ど先にこう、うん、あのもっとこうこんな素晴らしい政策あるっていう風にあのやっていかないとダメだと思うんだよね。はい、うんまあ経済対策に関しても減税という話はしているわけ。 消費減税も入ってるから、私はそれはいいと思うんだけれども、入ってるとでででだろうかそれはいいと思うんだけれども、はい、じゃあ、金融政策どうするのかとか、ね、うーんあのー。 統合政策の、統合政府のことを言った、あの、安倍元総理の、安倍総理を,つ総理をつ国会で追及するとかっていうような、そんなことやってていいのかとかね。うーん、そうですね。まあ、あの、日銀は政府の子会社だっていう発言で、独立性がみたいなふうに、えー、批判をしていらっしゃいましたけど。いや、だからそれは、あのー、 コンソリデーティッド・ガバーメントっていう概念というものが新しいあの世界的に認められている、はいえー、政府と中央政府と中央銀行の関,係、うん、関連の仕方っていうのが理解されていない、はい、うん私別に安倍さんの,の擁護してるわけじゃないですよ <laughs> 言っときますけどあのあのアベノミクスは賃金上昇ということに結びつけられなかったので、はい、私は、えー、基本的に そこはあの道半ばで失敗だったと道半ばでね、こ、ね、こまであの雇用を実在したとかっていうところは良かった、ここまで良かったんだけれど、うん、それを賃金、金上昇に結びつけられていな,いなかったのは、これは第二の矢である財政出動が全然だめだったから。し、うん、しかもむしろ あの消費増税を2度にわたってやってしまったということが最大の要因だと言われ失策だったと思いますね、それ引き締めちゃったじゃないかと、そう考えると、でそして、まあ、岸田政権もあの金融所得課税に言及したりだとか、引き締め気味って考えると、パッケージでどんとした経済対策を出すみたいなことをやると、結構目立つような気もしますもんね。そう、だからそういうところを立憲民主党がやれるかどうか。泉のミクスだみたいなそ <laughs> そうそう,そう <laughs> なのか。<laughs> そう、だからね、あの、ね、もうすでにこう、あの、あたかもこう、現体制で負けることをよくしているかのようにそ、そろそろ次の代表とかっていうのは、一見<ー>民主党の内部では出てきてるわけですよ。もうそういう話になるんですね。そうそうそうな、大阪の落選した人をまただあの代表にしようとかね。ああ、と。 代表にも名前がですかポスト泉はあの人だっていうような勢力もあの現実いいますからねいや確かにこのところものすごい全国アイデされてますよね東京でも蓮舫さんと一緒に演説なんていうのが上がったりなんかしてしあれこの人あれでも確かに参院全国かみたいなあれそうだったっけみたいな話ですもんね。でしょそそれはねその動きを 踏まえたものなわけですよお<ー>厄介だよっかいというかさそんなことしたらもう,もう一見民主はさええええええ、まあ毎年代表が変わるみたいなことになっちゃうとそれはねそれでまあだ第二共産党への道ですねうーん いや果たしてそれでこの国会全体としていいのかと政権を支えるようなあれっていうのは、まあ、この体制の、つまり泉体制の中からでしか出てこない、はい、ということを確保して、んちゃんと,と,と真面目に政策論をやって、はい、上回る政策を、今の岸田政権が何もやらない、まあ、財務ほとんど財務省によって、はい、あの要点を抑えられているような。なななななな 見込み所いっぱいあるわけ政策的にはやればいいのにあ、まあ、政策明るい人っていうのが全くいないわけではないですよねまあ馬淵さんとかねああ今国対委員長ですかすそうですよねもともともうこ通常国会の前は合宿をして質問を練り上げてっていうような政策マンですもんね、うん、だからそれをやらないとねうんうん、うん この岸田政権っていうのは、とにかく安全運転で物事を進めていっているので、はい、叶わないですよ。ああ。参議院選挙まであと2ヶ月を切ったというところであります。はい